はい、おはようございます。さあ話をしましょう。すみません、まだですか。話すことはないです。あ、嬉しいな。回答しようします。はい、レオさん村。はい、ニロー終われない。じゃあアーミンツリー。アーミンツリー。占いない。まあ、でもなんかゆずきさんのレオさん村いう必要はある。村っていう必要はある。裏階が上で見ろ。それもできるんだ。そういえばそれもできるわ、うん、裏階上で二郎で回答をチェンジし合って白角出したら一応それもできるんだ。できるよ。うん、まあ占い出ないかな。出てくれるとありがたかったんだけど。占いが出ない回答で譲れよ。なんか私目線はエフタンが人狼になるんだけど、でもなんかそれだと出方的に怪しいから、なんかちょっとレオさんとゆずきさんの内訳がちょっとよく分かんなくてちょっと怖いっていうところが今考えがある。平和はないな。あーでもまあ、いやでもあるかもしれない。平和だったら占いが出ないと無理。うん、あ、そっか。平和だったら占いが出ないと無理、うん、そうだ、うん、じゃあ僕目線はアーミンだけになるんだけど。そうね。あ、なんかそんな簡単な、だから二釣りになっちゃうね。そう、うん、二釣りだね。二釣りでいいんじゃないかな。レオさんが何もあの言わなければ。だんまり、あんまり。うん、レオさんが何も言わなければ、まあ、アーミンさん、FU さんの、あの、に釣りでいいんじゃないかなとは思うけれど。うん。が、アーミン釣るよ、もちろん。私はエフタンを釣るよ。うん、レオさん、なんか言うことある？なんもないっすね。なんもないか。じゃあ、あの、あ、待って、に釣り投票する前に。そう、もうちょっと時間があるから考えなきゃいけない。えっとね、うん。なんかね、ここ二人を釣ろうとしてるわけ、うん、もうなんかちょっとなんかね、ちょっとゆずきさんの黒目線が出てきちゃった。そう、 あ、うん、あまりにもスムーズに行きすぎて怖くなってきた。そうだね、うん、なんか俺もそう思ってるけれど、ぶっちゃけ言うとレオさんが何も言えないから、俺もあのアーミーさん、FU さんのどっちかでいどっち、あの、にずりすればいいんじゃないかなって思ってるんだ。だって、あの、俺、占いなんだよ。占い？ん？最初、回答つってたのに。うん。あの、スライド占いで、上に回答と狼なのよ。で、レオさんは村、回答で村取ってって言ったのに、レオさんは何も反応なくって、もしレオさんが狼であれば、俺本当は狼だったんだけど、あの、ゆずきくん、ゆずきから、あの、ゆずきに取られたって言ってもよかったのに、それが出ないから、まあ、FU さん、アーミーさんの荷釣りいいんじゃないかなっていう状態。俺の中で。上に、え？いや、なんか、私、ゆずきさん、人狼取ってて、適当な人を白出ししとけばいいで、その人たちを釣られるようにしてるように見える。そうそうそう。あー、まあそれでもまあ別にいいけれど、ぶっちゃけアーミンさん、エフユーさんの荷釣りでいいと思う。俺は、僕は見た感じアーミンの人狼取って、まあ一郎かなっていうやつで、リョウ君はとりあえず適当に白出しして、うん、私回答ですよっていう虚偽発言。でもそれだったら、もしあれだったらおかしくない？あの、狼、もし狼のところに、あの、村出しとったらアウトじゃない？レオさんは確実に白だよね。うん。いや、それもわからん。占いがいないんでしょ？一応、ゆずきさんがスライドで出てるけど、それが本当かどうかは、信じるかどうかは別の問題だから。はっきり言うと、あの、もし俺が回答で、あの、アーミさんの狼取ったって言ったら、レオさん、うん、あの、村なのか狼なのかってなるじゃない？うん、だからなんか黒目がどちょましちゃうなっていう。なるほどね。うん、俺がってきた。いや、もうあのね、レオくんの口数が少なすぎてマジでわからんのよ。
まあぶっちゃけレオさんの狼狼みたいなあるあるけどね。でもレオさんを取って白にして本当に白だって言って、で実君あちょっと待って、レオさんが狼で取って白って言って、あ俺白だって出されたからっていうんで、白白どっか釣ればいいから、うん、FUとさんと私釣るっていう戦法に出てるっていうのも、いやゼロではない占いだったらいいけれど、回答だったら自分の取られてるって思うんじゃないかな、まず。だからその目線はないんじゃないかな、うん、なんかさ、二郎二村ってない、ん二郎二村、二郎二村か、あそれで考えると私はゆずきさんを釣りたいけど、そうそうそう、二郎二村で考えるなら僕はアーミンを味方として見るし、あら一番じゃあえ、分からん、いい本気量でない情報量ガチめに分からんかった。もうなんかみんな頭すぎてぼーっとしてた。レオさん大丈夫？頑張れ、レオさん押して、してきたな。次の試合ぐらいには倒れてるかもしれない。おはようすら言わないで静かに倒れてるかもしれん、静かにすっともうあと2人ぐらいいたらね、じゃあちょっと間にコードネームでも挟むっつって言ってコードネームやってワイワイできるけど。なんかあと1人欲しかったなね、えないかな、誰かいるかな、誰かコードネームやるっつって手頃な、手頃な便利なワンナイト人狼できる人いないかな。結果表示します、どーん。よし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 。いやー、ミスター。ちょっとゆずきさん釣りにうまくいったけどダメだったが、レオさんに入れられちゃってたが、ここ表割れねえかなって思いながらあれしてたけど、これは助かったマジで。いや、うちもその4勝に追いつきてえな。うちも全然全然だから、うん、なんかもうペアができちゃってるもん、さっきの試合からも。なんかさ、これさ、あ、朝迎えちゃったけど大丈夫？おはようございます。おはようございます。なんか結果ありますかね？なんもなし。占いもいないのかしら？かな。裏階上で二郎？二郎二村？まあ、占いが上でいいかもしれないけれど、下ロ、老老会だったら結構きついなとは思う。老老会、はいはい。老老会。でもそれ、あ、でもそっか、誰が捉えてるか分かんないから、うん、下手に売り出しもできないのか。売り出しもまあ難しいかな。占いはいないんだよね。上じゃないかな、出ないって。なるほどね。いやでもなんか3分切ったあたりから出てきそう、急にバーンって。私、言ってもいいですか？はい、どうぞ。占いじゃないんだけど、ゆずきさんから取りました。うん、はい。で、ゆずきさんは白。村です。ただの素村です。だから、ゆずきさんと私は、とりあえず村として。まあ、ゆずきさん目線、私がワンちゃん怪しいけどね。まあね、うん、回答でも、狼でも見れるし、うん、まあでもとりあえず上に占いがいるってことはあれかな、一郎だから、まあ両さん FU さんすれば勝てるけど、そこの中のまあワンチャン私も釣って回答として危ないんだとしたら、私も釣ってどっちかの狼、一郎を決め打ちするか、二郎は多分ないでしょこれ構成的に。どうなんだろう。アーミーさん、アーミーさん。はい。上が占い村の可能性もあるよ。あ、そうそう。あ、そっかそっか。あるのか。あ、そっか。うん。だから、即、一郎でしょって言った瞬間、完全に狼に見えてるんだけど、俺。そう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 。そう。うん、あ、ごめんなさいね。でも本当に狼に見えちまってるかな。まあまあまあ、なんか急に一郎って判定出されたから、うん、まあ私は別にゆずきさんが釣られなきゃいいよ。だって
回答で取ってるから勝てるわけだから、そこをミスんなきゃ。だから 2-2 でどっか釣ればいいわけでしょ。だから1浪を探すか、2浪追ってレオさん FU さん2浪で、あ、その場合2浪の場合だと私はぶっちゃけどっち釣ってもよくって、1浪の場合私を釣りに入れるとしたらどっちかを決め打たなきゃいけないだっていう私目線。まあ、じゃあさ、うん、2浪の場合さ、うんうん、2浪の場合で2人釣りの場合は村が、村勝てるよ。うん、あの人狼が1釣れれば村勝つ。じゃあ割と人狼不利なんかな。そう考えると、まあどっちか釣られたらアウトだから、まあ不利っちゃ不利だけど、まあなんかでも今の発言から二郎もしかしてエフタンとレオタンは二郎でそこどっちも釣られたら困る感じ。りょうさん一緒に釣られる？私と。それで困る？困らないんだったら一緒に釣られてあれでもいいけど、私は村だけど。なんもない村だけど。それはな、占いがいないってことは村村狼か。村海狼狼。うんうんうん。村海村狼。アーミンさんの言ってたことを信とするなら私は FU 君しかなくなるけど。そうだね。シンとすればの話やけど。そうだね。占いが出ないってことは平和はまずない。ちなみにエフタン目線は、じゃあレオ、あ、私の言ってることが正しいんだったらエフタン目線はレオさんが黒になる。まあそうなるし、さっきの一郎発言で言うならまあ、まあ私もってことだよね。ざるを得ない。だからそこの二釣り、狙いたい所存。所存。なるほどね。でも、ゆずきさんが黒の可能性っていうのは、まあ、だいぶ低くはなるのかな。アーミーさんと二郎じゃない限りないんじゃない？うん、俺とアーミーさんが二郎じゃない限り、それは、うん、低いかな。まあ、私釣りとエフタン釣りで、なんか勝てる気するけどね。なんとなく。レオさん、人狼、ああ、うーん、どうだろうな、話してないからな。急にレオ君弾かれんの。いや、でもね、ちょっと、レオさん、あんまり話してないから分かんないっていうのもある。どこが、どっちだろうっていう、私目線で。でも、ここ、間違えると、あれだから、うーん。まだ1浪か2浪かすら分かってない。時間ないな、意外と。ああ、思いのままに。あ、やっぱサイさんだ。そんな気がしてた。れたいやーあらあら、通話が豊かになる。悩ましいよ。わかんないよ。ここでいいと思ってんだけど。よし。これは思いのままに信じて。私がミスったな。ん？今どうなってる？FU、あの FU さんが釣られた。うん。ページが切り替わってない。あ、そう、本当？じゃあ、まあどうせあの次でまた変わるから。いやー負けたか。今の。本当に私が悪かったね。でも、私目線、二郎も追うべきだったのか。